質問来てた。神戸市営地下鉄の快速運転の廃止理由を教えてください。結論。いろんな説があるから一概には言えない。同線では、阪神淡路大震災が起こる1995年1月までの約1年半にわたって快速が運行された。名谷、新長田、三宮に停車し、静清中央新神戸間を今の各駅停車よりも6分早い26分で結んでいたが、運行は日中時間帯のみに限られ、1時間に2本と本数は多くなく、震災による被害で停止した後、復活することはなかった。指摘にこれが有力であると思う。また神戸市営地下鉄が快速運転を復活しない理由は2つある。1つは、快速停車駅の利用者数の減少である。妙谷駅は快速停車駅であったのにもかかわらず、3割以上も乗降客数が落ち込んでいるという。妙谷駅よりも静清南駅の方が利用者が急増しているというデータもある。二つ目の理由は、待避駅数だ。現状、妙谷駅以外待避はできず、このまま快速を走らすと、普通列車と所要時間が大差ない結果になってしまうと予測される。土地の関係上、これ以上増やせないため、神戸市営地下鉄の快速は復活しないのだ。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。1700法律事務所。